どうもボボビビーーアトレーザーのボビーです、ねえー、今週も始まりましたね。ボビーアトレーザーのアートリエから、えー、ライブでお届けしております。ねえー、月曜日ということでですね、<laughs> えー、比較の話ね、えー。今日も何しようかなと思ってるんですけどね。まあ、ヌメ川です。平田区はヌメ川。担、ね、任、えー、なしのヌメ川ということですね、えー。ちょうどバッとあったんで、えー、今日はそれをちょっとね。 えー、お話ししようかなと思いますでですねもうあれですよ199回目明日で200回ですね200回ねえー、なんかパパパパーとかいう感じのファンファーリでもあればいいんですけどもまあこんな感じで、えー、ね淡々と行こうかと思いますけどね何かスペシャルなことはしたいなと思いますねえー、楽しみに、えー、しててくださいねえ えー、じゃあ,あ今日はですね「ヌ、え、メ、ー、川」ということですねまあまあ今ここにあります。よっころセットこれヌメヌメ川まあこっちこれねまあこう見,見てもらった方がいいかな。ヌ、え、メ、ー、川ねヌメ川の話とかでねまああのー、このうい,ういしい感じでまあ だい大えー、皆さんがですね、えー、革細工をしたいなとか思う方はたい、えー、こういうぬめ革をイメージするんじゃないですかねあのこういうな、えー、めし革っていうかねこういうあの担任なめしなんですけどねこのごわっとした感じのそうですね、えー、財布とかあねあのよくあの何ん,んですかあとかレザーカービングってわかりますかねこうお彫刻するようなね感じのね、えー、そういうふうなにはよく ポピュラーなあーレーザーですね。こういうまあこれは姫路のおおそういうヌメ感ですね。まあ関西やからかまあそれはわかんないですけど、まあまあ,あだいたい姫路のね、えー、とかまあ表現ですね。たつのの方とかねそういうなんで、まあこれは姫路のがこういう、ね、いい感じのこのムギムギ感がありますね。<laughs> でまああのー、なん。 まあも僕は何で使ってるかわ割とはねメインで使う素材じゃないんですよあのボビアトレザーではたまにねあのちょっとした小物とかあ,あとまあギターストラップとかのねえ使いますねえまああのまあこれはまあ無くなというかあ素直なというか素なねあのちょっと初々しい感じのねこれを あの表に持っていったら日焼けしてね、えー、感じになるんですねでなんかこうキャメルな色に育つというか要は経年変化が楽しめるそんなレーザーですねまあボビーアトレーザーの場合はこれを黒で染めてるとかこの間やったら、ま、赤,いに赤にしたギターストラップ作ったりとかね、えー、そういうことにね、えー、使ってますけどねうんまあほとんどボビーアトレーザーで使うのですねこの まあこのヌメ、まあこれいろんな厚みがあるんですけども実はねあこれねあのー、あれですよもう分厚い分厚いんですよねもともとのおねあのお原皮っていうんですかねうんみ何回か見たことあるんですけどももうベニヤみたいなっちゅうか板みたいなんですよ、うん、あのごつい感じでねあのそれをですね、えー すき屋さんって言ってねすいてくれるんですねあの自分のそのばんばの絵ね制作するものに、えー、適した厚みでねでこれをすくとですねこういうふうにこうまたこれこれ,もこれはねすいた後の皮なんですねこれはえー、っと これれルメガのあれだよねあの急に <laughs> 名前が飛びましたねあ床川ね <laughs> 急に <laughs> あのたまにこうフッとあの飛ぶ時あるんですこれは床側。の要はねえこのこれね銀面っていってこうねこうなんていう表面ですねこの仕上げの面があるんですけどもそれがない感じですかねこの要は こうこう削ってるわけですから削ってねあの厚,厚みにしたあとのこれもねレザーっちゃレザーですよ。まあその銀面がないんで、えー、ちょっとあれなんですけどねまあこれはね、あのー、これをね割とメインに使っている方も見ますけどうんうんあのねこれはこれでなんかこうい,いい感じなんですね。あのーまあ、強度は あどうかなと僕は個人的に思いますけどね、うん、あとねこれはねボビア・トレザーでは結構これ使うんですね何に使ってるかというと今ちょうどねえー、帽子を制作中なんでねこういう,う何ですか、えー、まあディアスキンってね鹿側って柔らかいんでディアスキンの間に、えー、こう新材として僕はあボビア・トレザーね、えー、こうやって えー、芯材として、ねえー、活用しててね活用、うん、まあぬめ革の革はですね、えー、例えばまあ使って、まあ、バッグで、えー、まあこんな感じでね、えーまあ、大きい感じのおこれはねぬめ革でねぬめ革にハンドステッチでね編み上げるのはね本当にね骨の折れる作業中ちゅなんて これはなかなかあ見た目はシンプルですけどもなかなかあの根気のいるというかあのあの通すだけでもあの厚みのある革で、まあ、腰の、まあ、腰があるんですよね割とね腰のある革で,ですねこれをこう曲げてこういう感じでこう。 3D 化するのはねさすがに厳しいもんがありますけどまあまあこれをねオーダーいただいたんでねなんとか形にさせていただきましたまあかっこいいかやっぱりねいい感じのかっこよさがあ,ありましたね、うん、あの作らせていただいて本当に思い出に残る一つになりますね作品になりますはいまあそんな感じでね、えー、今日は「沼川」のね うん、やっぱりヌメガのね、えー、この他人なめしっていうかね、えー、もうこの癖のある、ね、いい感じの,この要はもうレーザークラフトをする人にはもう本当にねこれはあイメージされる皮い,いと思いますし、あのー、焼けた一緒にまあ育,育てるのにはもう最適ですね。まあ、あの ね、濡らさないようにね。気をつけなあかんなということもありますけど、まま趣味ができやすいんでね。これはねけど、これはね使ってるうちにね。すごくいい風合いになりますね。うん、あの使,使えば使うほど応えてくれる。そんな素材ですね。うん、あの日本日本製っていうかね。これあのまあ、姫路の川なんですけど、これはいいですよ。うん。 他にもねいろんな種類があるんですけどまああの一番ポピュラーなというか革在庫を始めようかなっていう時はもうねあのこれをね、えー、多分仕入れると思うんですけどねまあ多分まあ店によっては切り売りしてるとかもあるとは思うんですけどねまあボ,ボ,ボビーアトラデッサーの場合はあの丸側で革ないね仕入れるんであの。 なんかもやっとする時もありますけどねまあだけどそれはそれでね、えー、こういうこれも一つの大事な資産になりますからね、えー、ここからまた新たな作品があの生まれるかもしれませんしね楽しみにしてもらえればなと思います。まあいよいよよ明日は200回ね え何を、まあ、作しようかなと思うんですけどね、まあ、作品の話なんでね、えー、どなんかねど,んなどういう内容が聞きたいなとかなんかリクエストありますかねあればねまたあのあの書き込んでいただければ僕もおありがたいですしねやっぱ節目なんでね、うん、あのアーカイブをご覧の方でね是非、えー、コメントをお寄せていただければあ幸いです。 こういう感じで200回も、ね、199回、ねこ,うやってえー、こうやって終えることができますけどね、えー、そんな感じで、えー、またね、えー、日々新たに一、えー、つずつ更新させていただきたいなと思いますそれではまた素敵な一日をお過ごしくださいボビーでしたじゃあねバイ